私はまあ結局代表作というのは「ぼのぼの」という漫画になるんですけども、ぼのぼのというのは、今年でまあ連載して35年目になります。で、35年間連載するとはまあ最初から思っていたわけではないので、こんなに息の長い作品になったということは、まあ、自分でも大変意外なんですけども、どうしてこう息の長い作品になったのか、まあ、それを考えると、まあ漫画というものはやはり書いている原作者、それからそれを出している出版社、それからそれを読んでくれる、まあ、読者の皆さんで、この3つがやはりぼのぼのという作品を必要としていないとなかなか続かない、まあ、そういうものだと思うんですね。ですからこの3つ、まあ、原作者、出版社、それから読者の皆さんと、この3つがあくまで末永くいつまでも、まあ、ぼのぼのを必要としてくれていた、それが一番大きい、ぼのぼのが長く続いた、要因だと思いますね。ユウ・ウンさんと初めてお会いしたというか関係を持ったのはもう10年以上前になるんですが、まあ、私の漫画のぼのぼのという作品を、まあ、それを、まあ、韓国でグッズなりアニメなり、まあ、そういうものを展開していただくということで、版権管理を、イ・ウンさんの会社の方で、やっていただいていた。で、最初はそういう関係で何度となく、まあ、お会いしていたんですけども、で、多分、まあ、5、6年ぐらい前にイ・ウンさんが、まあ、ご自分で、まあ、童話を考えていると、まあ、その童話を本にしたい、でそういうふうな構想があったの でその時に私としても、まあ、結構興味がありまして、でその段階でユウンさんが、その童話の絵を私に描いてもらえないかというふうにおっしゃった。でそれがそもそも の始まりだったと思います。キャラクターもたくさん作ったんですけども、まず最初のタラゴミ、最初のタラゴミというのはまあこんな感じだったんですね。でこういう感じで少し年上っぽい、まあ若い感じ、まあそれぐらいのイメージで作ったんですけども、もうちょっと小さいタラゴミなんだ、まあ、年齢的にももう少し幼い感じ、それでまあ子供のイメージとして次に作ったタラゴミがまあこれだった。でこれが最終的には、今のタラゴミと同じ感じなんですけども、そうですね、まあ肝は一番最初のタラゴミとは、目が離れている。で、なぜ離れているかというと、まあ、私の書いたぼのぼのという漫画の主人公のぼのぼのは目離れてるんですね。で、そういうそのニュアンス、ぼのぼのの絵のニュアンスを少しこっちでも残した方がいいのではないかと思って、もうちょっと目を離した。ですけども、目を離しちゃうとちょっとイ・ウンさんの考えたタラゴミとはちょっと違うということで、それで最終的に、まあ、こっちのタラゴミもう少しキリッとした、まあ、そういうふうなイメージしました。でこのタラゴミの特徴としては、まあ、青いマフラー、青いマフラーというのはこれはイ・ウンさんのアイデアです。でそれからこの村の隙の輪、まあ、これが外されて、まあ、笛になる、まあ、これはもうイ・ウンさんのアイデアなので、まあ、それはその通り絵にしました。次はコムゴミなんですけども、
この紙は、最終的なが、この紙というのはまたちょっといろいろアレンジしたんですけども、これが実は一番最初のこむごみだったんですね。で、これでやろうと思ったんですけども、やはりイーユンさんがもう少し元気がいい感じ、おてんばな感じ、まあそういうふうな、もうちょっと子供っぽい、そういうこむごみにしたいというふうにおっしゃったので、でそれで、イーユンさんが仙台にいらっしゃって、ちょっとそのご飯かなんか食べながら打ち合わせしている最中で、まあ、イーユンさんがもう少しおてんばな感じというふうにおっしゃったので、私がその場でちょっとさっさと書いたラフがあるんです。これはまあただのボールペンで書いたものなんですけども、でそれを見せたら、あ、そういう感じだ、そういうイメージでもう一回ちょっと書いてくれないかというふうにおっしゃられたので、で書いたのがこのゴムゴムゴムです。でこれをお見せして、でこっちの方がイメージに近いというふうにおっしゃられたので、でこれにしたい。次が黄金の木なんですけども、まあこの黄金の木というのはやはりタイトルにもなっている大きな木なので、でそれで一度目に書いたラフが、まあ、こういう感じ でここに A とついてますから、まあ、黄金の木の A 案でやると、でこれともう一つ黄金の木の B 案、B 案と A 案とどこが違うのかというと、ちょっとワイルドな感じにしてやる。でこういうふうに、まあ、A 案 B 案と2つ出したんですけども、イーユンさんのアイデアというと、もう少し、なんか形に特徴が欲しいというふうに言われましたので、でもう一つこれが改訂版の黄金の木まあ枝ぶりももうちょっときちんと書いて、それから、葉っぱの感じももう少しボリューミーな感じ、まあ、そういう風にしたんですね。でこういう感じで、まああとはちょっとラフに色をつけてみました。で黄金に輝くような、まあそういうようなイメージなんですが、でこれでいいかという風になったら、こういうイメージであるという風におっしゃられたので、そこでまあ最終的な黄金の木というのがこのイメージになりました。で次に考えたのはこっちです。でこっちというのはなんというか、まあ一応豚なので、私なんかでちょっとすぐ考えた時にもうこのイメージになってました。なんとなく可愛らしい感じ、それもこっちであるという感じですね。それからサント。サントはまあウサギなので、まあ、目も赤い。でこれサントってどういうキャラクターなのかというと、まあなんとかちょっと弱気な感じですね。弱気でちょっとめげやすい、負けてしまいやすい、なんかそういう感じなんですけども、まあ、サントは一応ウサギなので、まあ、ちょっと白っぽい、まあ、そういう体ですね。でこのサントの次に書いたのが、まあ、鳥なんですけども、鳥は本当は、ハツカネズミなんですね。でハツカネズミなんですけども、これは青いハツカネズミになってしまった。これはなぜかというと、サントがやはりちょっと白っぽいの でこの白っぽい、まあ、キャラクターがもうすでに出てしまったの で鳥は、まあ、ハツカネズミで、これもまた白っぽくしてしまうと、まあ、結構キャラクターがかぶってしまう。でそういうことが
頭の中にあったので、なんというか、まあ独断で初金積みだけども青い初金積みにしたい。でそれから当時おじさん、まあ当時おじさんというかおじさんなので、まあおじさんっぽい、まあ、外見で、まあモグラなのでちょっとよく目が見えないですから、まあ眼鏡をかけちゃう。でそれから、なんかズドンとした体型であると、まあおじさんなので、まあちょっと気難しい、まあ、そういうイメージですね。であとは、まあ、数字が好き、まあ、そういうキャラクターでしたので、さらに引きこもってしまうというか、あんまり人と交渉しない、まあ、そういうキャラクターだと思いました。それからプインです。プインもあれを、フクロウであるということが決まっていたので、なんというかフクロウのキャラクターでちょっと変えてみようと思ったら、一番最初に出たのはもうこのほとんど同じような図案でしたので、まあそれでいいなという感じがありました。まあ、フクロウというのはそんなにこういろんな姿形のアレンジ効くものではないので、あくまで丸く感じ、まあ、このキャラクターでいこうかなというふうに思いました。それからプニです。プニも、まあ、こういう、まあ、亀の感じなんですが、この亀というとあんまり若いイメージはない、ですからちょっと年寄り、まあ、年上の感じ、まあ、そういうイメージで、まあ、作りました。それからモン博士、まあ、モン博士は一応犬でしたけれども、まあ、犬の種類まで指定してあったわけじゃないんですけれども、まあ、こういう感じかなというふうに思ってスケッチしまして、基本的に体の色というか、でこういうものはなるべくダブらないように、まあ、そういう感じで決めてましたので、あとは博士なので、まあ、白衣を着ている。それからその、博士が作ったジョールというロボットで、このジョールというロボットはまあブリキでできているイメージなんですけども、自分で、まあ、パッパッパッと、まあ、ラフイメージを変えてみたら、自分でもあ可愛いと思ってしまったんですね。ですからなんとなくジョールを自分ではやっぱフィーチャーするとか、ジョール推しというか、まあ、そういう感じで、まあ、作りました。ですからなんとなくジョールは、原作に書いてあったよりも活躍したと思いますね。それからタミトラミ、まあ、タミトラミということで、まあ、同じような顔になってますけども、まあ、どっかこう、まあ、物語の中でも少し意地悪な感じイメージがありまして、ですけども顔はもうほとんど体の色も、まあ、同じであると、同じなんだけども一つ持っているものが、まあ、民がどんぐりを持っている、でラミの方は、くるみを持っている、まあ、手に持っているもので、まあ、キャラクターを区別させると、まあ、そういう感じです。あとは左利きの羊たち、でこの左利きの羊たちも、基本的に何匹いるというふうには決まってなかったんですね。ですけどもある程度多い方がいいだろうという感じで一応7匹書いてますけども、でこの7匹をどういうふうに顔を分けるかというのもあったんですけど、あくまでこう体の色で、分けてしまうと、あとはまあ羊なのでちょっとはつらつとしたイメージではなくて、
なんとなく無謀の衆というか、その他大勢的なキャラクターとして、まあ、こんな感じにしました。まあ、キャラクターから言うとそういう感じなんですが、で、まあ、私本人に似ているキャラクターというのは、ドラゴンかというふうに聞かれたんですけども、そうですね、多分登場時さんじゃないかなと思いますね。まあ、私もあんまり人付き合いが得意ではないし、まあ今は今で、まあコロナという病気もありますけども、大体引きこもって、まあ、漫画ばかり描いている毎日なので、当時おじさんは数字が好きで、大体自分のうちに引きこもっている。で、私も、まあ、似たように漫画ばかり描いているおじさんという感じで、あとはそうですね、まあ気難しいというか、まあ、根性が曲がっているというか、まあ、そういうイメージもあるので、そうですね、私に似ているキャラクターというとやはり東條おじさんだと思います。いろんなキャラクターを作りましたけども、その中で一番難しかった、まあ、キャラクターというとやはりタルグミだと思います。まあタルグミがどうして難しいキャラクターになったかというと、イウンさんの構想したタルグミ自体はもっともっと小さい、まあ小学生の、まあ、低学年、まあ、それぐらいのイメージだったかもしれませんけども、私としては、であとはいろいろ活動させろということを考えると、どうしてももう少し大きめのタルグミがいいなというふうに思ったんです。で、それでまあちょっと大きめのタルグミにしたんですけど、あとはまあイウンさんのまあダメ出しで、目がもうちょっと寄ってる方がいいというふうにも言われたので、本当はもうちょっと目離れてましたね。それでまあタルグミってまあ、感じこういう感じになったんですけど、やはり主人公だということもあって、まあ、イー・ウンさんのイメージのタルゴムと私のタルゴムと、まあ、ちょっとすり合わせがいろいろあったと思います。ですから、まあ、主人公だから、まあ、難しい、まあ、そういう感じもありましたかな。ジョーラです。で、ジョーロがどうして好きかというと、なんかかわいい、なんか孤独である、まあ唯一ロボットのキャラクターなので、ですからどこか森の動物たちからちょっと異質な感じというか浮いたようなイメージがあるんですね。ですけども、まあ黄金の木の森のお話の最後にやはりジョーロというものを絵として、まあ、出したんですけども、でそれはどうしてジョーロを出したかというと、なんとなくこうジョーロというものがこの大抜きの森の命運を握ってるようなイメージがあった。でそれはどういうイメージなのかというと、何ですかね、ジョーロはあくまでロボットなんですけども、ロボットが生き物の世界を救ってしまうという、まあ、そういう、まあ、展開というか、そういうオチのつけ方もありかなという感じがあった。だけども、まあ、個人的に言ってジョーロというのはなんかかわいい、それでイー・ウンさんの考えたジョーロよりも、私は自分のジョーロを絵の方でもうちょっとフィーチャーしたつもりですね。そうですね、まあ黄金の木の森を、その原作を一番最初に拝見して、それで、なんていうのかな、まあ、最初にその前の打ち合わせの段階でイ・ウンさんの構想としては、まあ、
韓国に、はい、ある植物、まあ、草や木やそういうものを、まあ、前面に出して、まあ、そういう話を盛り込んで展開していきたいというふうに伺っていましたので、まあ、原作を読んでみて、なるほどこういう話なのかというふうに思いまして、で、なんか植物、まあ、木や草とまたは花と、まあ、そういうものを絡めて展開するんだろうなという感じでいたんですけども、なんかものすごいもっともっと大きくスケールのお話になっていて、でこれは素晴らしいなと思って、で自分でも一体どういう絵にするのか、まあそれを考えたんですけども、やはり私は漫画家ですので漫画的な絵しか、まあ、描けないところがある。でそういう意味で言って、いわゆる絵本作家のいわゆる、まあ、美大なり何なりそういう絵というものを学んだ、まあ、そういう方の絵とはちょっと違うので、ですからあくまで漫画家として描ける絵を、まあ、そういうふうには思っていましたけども、まあ、そういう中で、まあ、自然の持っている、まあ、その美しい感じ、まあ、それをどういうふうに盛り込んでいくのか、それは結構悩みました、まあ、悩んだけれども、あくまで植物のすごく細かい部分を、まあ、絵の中に盛り込んでいくというのはやっぱりちょっと難しいなと思っていまして、ですからあくまで自然というもののイメージというか、まあそれを絵の中に盛り込めればいいなというふうに思いました。